トレーシュ。いや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 、本日マンデー、赤身のマンデー、株なんですけど、今日で今日はね、ある人物からお誘いがあってある人物っていうのはね、あの元ブログをやってるね、 YouTube でひまわりチョッパー君、その子のおじさん出てるんですよ。おじさんから誘われて、ちょっとねダートな道行きませんかって、なんか面白い道知ってるらしいんですよ。その場所がね、どうもあの河内の方、面白いでして、行きまへんかって言われて、ええで、言うてそんなノリ。今日のメンバーね、今日初登場のね、やっちゃんがいてるんですよ。やっちゃんはね、僕の株の大先生なんですよ。株のことならみたいなね、知らんけど。それと今日なんかひまわりチョッパー君も来るみたいですね。それとおじさんと俺と原大先生、シャリーでリベンジみたいなリベンジするらしいですよ。まあそんな感じで、結構今日ねメンバーとしては濃いと思いますよ、かなり。まともな俺ぐらいちゃうかな知らんけど。いや、濃いっていうのはね、その濃さがね違うんですよ。めっちゃ迷いなんですよ、あの人たち一人一人が。すごいんですよ、もうマイウェイが。人の言うこと絶対聞かないんですよね。特にね、あのひまわりチョッパーのおじさんとね、もうひまわり君もそうなんですけど、絶対聞かないんですよ、あの二人。長い一日になりそうだな。まあそんなこんなで行きますね。ほんでまた今日朝の7時ブラチリ待ち合わせやねん。めちゃ眠たいねん俺めっちゃ眠たいなお前。久しぶりやな、こんな早起きしただなんて。早起きしてるって感じやろあれが朝日や。もうちょっと上に上がってるか。今なんじゃろ。あ、10分前やな。優秀やね俺は。今年の俺と来たら、お、まだ俺一番乗りちゃうかな。原大先生とです、おはようございます。めっちゃめっちゃ眠たそうやんえ、2人2時、昨日の夜中2時、もう徹夜原大先生でした。誰も来てない。やっちゃん寝坊確実しちゃいます。え、今電話電話してみた。いや、電話しても出ないですよ。よし、よし、おじさんです。ひまわりチョッパー君のおじさんです。そしてひまわりチョッパー君、久しぶり待ってんの、待ってるよ。準備あるな、今日は。今日準備あるな。やっちゃん出てるの組むはずなんですけど、メモしてるかも誰が計画、誰の計画。おっちゃん、おっちゃん計画かいな今日は俺もおっちゃんと呼ばせてもらうぞ。ブレーキ、あ、ブレーキ左です。足何もう、それでもう完璧。
もうダート完璧。あ、ほんまや、足ブレーキなくなってんねん。ダート根本的にタイヤちっちゃいと無理です。でもこれでリベンジでしょ。リベンジですよ絶対に、はい、シャリーのこのインチでリベンジやリベンジじゃ、おらーの巻きの巻きやっちゃんですロングヘアの入ってるね。これは行くね、これは行くね。もう林道バンバンやね、これは。絶対やな、これは。初登場。昨日夜2時までやってたんやって。俺はもう12時前で退散した。てるね、これは行くでしょう。これはもう林道よ。モーニングな。え？モーニング？クソモーニング。サムライカブ。これは原田先生。じゃあリベンジ。いや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 、今日は俺の出番やな。濃い濃いわ。初心者コースなんで今日は。あんま最後にうまいタバコ吸おうぜ。え？これ最後にうまいタバコを吸おう。締めに？二人でタバコで乾杯すんねや。で、こけんでこれ。これこけるで。またこけるで。みんなこと言うといて。こけ慣れ？こけ慣れ。オイル大丈夫ですか？満タンに入れません。大丈夫ですよ。溢れとったもんね。抜いたからね、オイル。行きます、ルーッと。やっちゃん、スタンド。俺もスタンド。ちゃうわ。大丈夫。やっちゃん、スタンドって。やっちゃん。ちょ。めっちゃ怖いよ今のガーって引っ掛けそうになってたで今。いやいや、回してるから取れるけど怪我せんといてよほんま今引っ掛かりそうになってたんちゃう。ジョジョ怖いわ。ジョジョだ。騒がしな。長い一日になりそうだな。すまへん。おじさんがね、全部道してるんで、ま、今日はね、もうずっと先導してもらいますよ。おっちゃんに。この辺ね、こう市内ね、走るのはね、もう面白くないんですよ。そんな言うことね。ま、向こうからね、本当はね、カメラを回した方がいいと思うんですけど、なんか知らんけど回してるんですけどね。すまへんな。河内の方ですよね、向こう。大阪のね。僕たちは大阪の北なんです。北の方面なんですよ。北摂なんですよね。河内っていうのはね、多分ね、皆さんが知ってるのは、河内のおっさん。なんか昔あったでしょ、河内のおっさんの歌とか。その歌のあれですよ、地域ですよ。もう割れっていうね、もうみんな割れっていうわけですよ。オントレアとか原田先生、フラフラしながら何撮ってんやろ何を撮ってんやろ、フラフラしながら。でね、このカブ大先生ことやっちゃんはね、原大先生の同級生なんですよね。で、向こうはあの親戚関係でしょ。ひばわりくんとかね、おじさんと、まあ、ひばわりチョッパーくんのね、おじさんがあのブラウンジェリーのお客さんなんですよ。ということでね、
このメンバーが集まって、おじさん気合入ってるね。一人で川崎ですよ今日は。ホンダの中に1台だけ川崎が入ってるってね。気合入ってますよね。おっちゃんハザードつけっぱなんですよね、あの左の車これ。なんでかな思ってね、なんか緊急事態なんかな思ってるんですけど、いやいや、ある意味そうなんやけど。ある意味あなたが緊急事態でしょうよ。ハザードさっきはずっとつけっぱで走ってるんですよね、これ。すごいんですよ、もう。いやー、もうこの辺ね、富田林、そのぐらいまで来てるんですよ。まあ、その山に入っていくんですけど、おじさんに、山入るまでにコンビニ寄りましょうよ、言ったら、え、寄りますみたいな。寄るやろ、普通、山入っていくのに。山入ったら何もないでしょ、多分。もう水も何も持ってないし、水補給していきましょうよ、ああ、そうしましょうか、って。よう見たら、自分、後ろの籠に水持ってるんですよね。自分だけ。自分のことしか考えてないですよ、おっちゃん。自分だけ水持ってるんですよね、これ。準備がいいんですよね。ちょっとね、やっちゃんが辛抱たまらなくなってね、もう強引にコンビニ入ったんですよ、今。いや、前二人は水持ってるらしい、噂が流れて。前を持ってるやん、お二人水。俺らだけよ、持ってないの。多分もう第二休憩場所聞いとった方がいいんとちゃう。サプライズ期待して、いやもう絶対干からびるよ俺ら。水分補給するとここしかなかったら、もう一本コートがあってやばいんだ。ほんま。第二休憩場所はどこなんですか。休憩として戻ってこかん思って。ほら見てみ、ほら見てみ。いやもうずっとそのまま行くねって。休憩場所なんかねえって言われたで今。もう一本コート高いですよ。旅館つもりやもん。手前で寄りましょうか。寄りましょうよ。寄りましょうかみたいな。いやいや、寄りましょうよそれは。お願いしますよその辺は。危なくそのまま行くところでした。ほんまに休憩なしで行こう思ったんですか。第二給水場所でお願いしますよ。おっちゃん、おっちゃんお願いしますよ。砂利道？いいね。本当にいいの？いいの？本当に？まあリベンジには持ってこいよね。リベンジには。何入ってるやん。四国でじゃねえよ。なんぼほどこけんのよ。いきますね。おっちゃん怖いわもうほんま。結局やっちゃんが強引にコンビニ入らんかったらね、多分入ってないんですよこのおっちゃん。おっちゃん入ってないんですよ。お次もちょっと怪しいんですよね。もう休憩しましょうねって言ってるんですけどね、すんのみたいなやつのりなんですよね、この人。ほんまね、この水ぐらいかわしてもらいたいんですよね。おー、あの左の塔がね、消えてもてあれへん。向こうに PL の塔があったんですけど、隠れた。喋ってる間に隠れてもた。すまへん。おー、この辺めちゃめちゃ見晴らしいかな。これはもう河内長野に入っていきますよ、これで。電気やんこれ、気持ちいいですよね。
たまにね、こういうね、株でね、走るのもね、最近多いから。たまにじゃないな、最近多いな。まあまあまあ、多くてもいいんですよ。気持ちいいな、思って、こういうね。株で走るのも。ああ、この辺めっちゃ気持ちいいわ。うん。わお。めっちゃ気持ちいいわ。もう涼しいね。やっぱり山に入ってくると涼しいですわ。はい。まあ、もうじき道の駅があるから多分そこ泊まると思うんですよ。泊まってもらわないと困るんですよね、僕らは。もう干からびて。頼みますよ、おっちゃん。道の駅で休憩してね、本当に。ここですね。ここですね、休憩場所は。寄ってもらえたんですね、休憩場所に。ああ、よかった。しかし、ええ天気やね。お前やったらスルーするはずの。言ってなかったら止まってなかった。道の駅に。いや止まってもらえてよかったね。しかし。エンジン減らしてから行きましょうか。あ、もうそうなんです。これすぐそこなんです。さっきからそればっかりでしょ。すごすごすごって。え、すぐや。すぐなんですね。わかりました。すまへん。今からダオ峠、ダオ峠岩場所の森よろかの森やつ。もう寝たことないですよ。今からが本番です。今からが本番。まあ、それ新規コースなんで、僕らみたいな、なんちゃってお風呂場にはいい感じですね。で、とぼけ乗りましたよ。うん、めっちゃ第2喜んだ後でしょ。第2喜んだ後でしょ。すごいそんなことない。そこでよかったんちゃうか、今日。もう撮ってるよ。撮ってる？撮ってるよ。よろしく。いろいろ喋って俺の中身で乗っ取ろうとするやつ。そうや。そうやそうやそうやで。行きまするー。こんな細い道っていうか、細いわ。ええか、もう民家や。何ちゅうのこれ。こんな田舎の住宅の中入ってきてさ、大丈夫なんこれ。怒られるパターンちゃうのね。誰に怒られんねん。すまへん。いやー、これしかしおっちゃんせせこましいとこ入ってきましたよ。おっと、待って待て、赤や、おっちゃん。撮ってるよ。意外とちょっと下向きやね。え？これ。そうそう。こんなもんですよ。うん？おっちゃん、俺はどういう道から誘い出してんのよ、おっちゃん。おっちゃん。おっちゃん。え？えらいこびったとこ入ってきたけど、どういうルートから俺たちをおびき寄せてんのよ。いや、どうもこっからもう入っていくみたいですね、山に。いや、これね、急にね、冷たくなりましたわ。ひやっとね、もう天然のクーラーですね。何やってんだよ、ジャパ君。前で何やってんだよ。よいきやろ。すまへん。俺、一番ケツ走っとかんと原大先生のまたあれ見られへんのちゃうんか、俺。来た。よし、原大先生先に行ってもらおうか。俺は、撮りたいからね、俺は。うわぁ、結構飛ばすよね、これ。滑る。結構滑るよね、これ。ちょっと待って。
うわー、滑る滑る、おお、なるほど、こういうこと、こういうことケツ滑ってるよこれ、みんな結構よこれ、結構なもんよ。あー、これブレーキで滑るね、滑るね。なんでやの、どうした、あ、ゴーグルすんねや。やっちゃんがね、ゴーグルをつけましたよ。先に、なんかね、後ろからね、オフ車が来てるんですよ。先行かしてあげた方がいいかな思って、オフ車をね、あれ、どうぞどうぞ、どうぞ先行ってくださいね。俺はね、みんなの一番ケツについてコケ具合をね取らないとダメなんですよ。言いながら俺コケたとないでしょ、誰も助けてくれんパターンか、これ一番ケツでね、これね、コケたら終わりなんですよ。そういう危険も伴いながらね、今日は行くわけですよ。チョッパ君、早く先行かしてあげて、そのオフ車。うわぁ、これ結構来るね、結構来るね、うわぁ、結構来るね、これケツ滑るね、これかなりケツ滑るね、滑るねおもろいねうわぁ、だだ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 、これでもね、あんまりケツ滑らせてブレーキかけると演奏するんですよ、これ。うわぁ、おぉおぉちょっとオフ車先行かせてあげた方がいいけど、我々の真ん中で挟まれちゃってさいやー、これ結構険しい道ですよ途中ところどころこうやってね、アスファルトが張ってあるんでまだマシなんですけど、マシなんですけどええとこやん、いいところ知ってるじゃない、おっちゃん。ん、何止まってんのこれ、なんかいてんの、首なし峠。誰が言ってんのそれ、犬なき峠、首なし峠って全然違うよ。なんで恐る恐る見てんのよ、不安になるやん、こっちが一番不安になるやんか。どうなん、大丈夫なの、なんで見てたん、なんで見てたんよ、行ったらええんちゃうの、行こうよ。うわ、あー、別に普通やん、どうしたんよ。いや、本当は来たことないんでしょ、おっちゃんおっちゃん、ほんま来たことないんでしょ、これ。いや、ところどころね、こうやってアスファルトがね引いてあって、まあまあまあ、初心者向けにはね持ってこいでね、ええよーっておびき寄せられたんですけど、こういうところですよね。うわー、ぶっちゃ綺麗やな、これ。あ、ここにダイブせえ言うとったん、ここに。うわ、めっちゃ綺麗やん、ここ水。うわー、これはええわ、これは飛び込むわ、これは行くね、みんな遊びに来るよ、これは。そりゃそうやわ、むっちゃ綺麗な、この辺、川。おー、みんな遊んでますね。うおー、こっちゃいやんか。まさに楽園じゃよ今大先生が言うサイドミラーで俺を見たやん。この辺の川ええな、ほんま、めっちゃええやん、そこそこあれあるしね、深さも。いいね、ここ。めっちゃええやん。これもうちょっと家の近所やったらええねんけどね、ここまで来るまでに結構ね2時間ぐらいかかったんですよ。大丈夫かこれ、怖いな。行けるんか、おっちゃん、この道怖いやんけ。
っちゃんが我が道行ってるんですよ。おっちゃん見た、反応したのにさ、気のせいかなみたいな感じになってるんですよね。急におっちゃんがおとなしくなったんですよね。なんか知らないんですけど、急におっちゃんがおとなしくなっちゃって、ぐいぐい言ってるんですけど、またおじさんがおとなしくなったんですよね。なんでかなポリスが原因なのかな。